モテ期は作れる新野です。嫌いな人をなくす方法をお伝えしていきたいと思ってるんですよ。できたらめちゃくちゃすごい。嫌いな人をなくすメリットって何かっていうと、誰に対してもね、優しい接し方をすることができるようになるから、男の器が大きいっていう風に女の子に見てもらえるようになるっていうメリットがあるんですよね。で、女の子からしたら、いろんな人にイライラしないっていうことで、お付き合いしたいな、結婚したいなって思われるような女性っていう風になるわけですよ。なんで、人を嫌いにならないっていうのは上級のスキルなんですよね。モテの境地みたいなところに達するように皆さんにコツをお伝えしていきたいと思うんですけど、そのコツっていうのは、まず世の中で言われてること、一般論としてあるもの、ご飯食べるときにくちゃくちゃ音を立てて食べるとか、店員さんに乱暴な言葉遣いをしたりとか、友達の嫌がることをするとか、そういうことをする人に対してちょっと嫌だなとか嫌いだなっていう風な感情を皆さん持っちゃうと思うんですよね。これ、そういうことをする人はかわいそうだと思えっていうのがあるんですよ。これ分からなくもないんですよ。そういうことをして周りからどう思われてるかも知らずに、どんどん人間の格を下げているにも関わらず、それに気づけていない人たちっていうのがかわいそうだなって思うことで、自分がイライラするのを防ごうっていうテクニックですね。わかるんですよ。ただし、このチャンネルの視聴者の方はさらに一歩先、さらにもう一歩先っていうところまでコツっていうのをね、僕がお伝えしていきたいなっていうふうに思ってるんですよ。僕が発見したコツっていうのは、かわいそうだなって思うんじゃないんですよ。なんなら感謝してほしいんですよ。その人たちに感謝するんですよ。何かっていうと、その人たちの嫌なポイントっていうのを気にしないように自己暗示をかけるっていうのもとても大事なんですけど、感謝をするっていうのはですね、例えばね、ご飯を食べる時にくちゃくちゃ音を立てて食べる人がいます。じゃあマナーの悪い食べ方をする人がいるから、音を立てずに綺麗に食べてる自分が食事マナーがいい人だっていう風に周りに思わせることができるわけですよ。店員さんに乱暴な言葉遣いを取ってる人たち、おいとかって呼んじゃったりするような人たちがいるからこそ、自分があすいませんって店員さんの呼び方をするこの行為が丁寧な人なんだなっていう風に評価されるようになってるわけですよ。友達のことを悪く言ったり陰口を言ったりする人がいるから、自分は言わないだけでいい人だって思われたりするわけです。全部ね、反面教師的に悪い存在っていうのがあるからこそ、自分がよく見えたりするわけですね。そしたらこの人たちが全員構成していい行いばっかりするようになっちゃったら、自分が何の特徴もない、いいか悪いかもよくわかんない味のしないガムみたいな、魅力が感じられない人になっちゃうから、悪い存在っていうのがあることに感謝をするという発想になったら、確かに不快な思いはしてるけど、そういう人たちがいるおかげで自分がいいっていう風な評価につながってるんだろうなって思うと、むしろ感謝できるんですよね。仲良くなってくださいとは言ってないですよ。でも考えないようにしよう、考えないようにしよう、あの人たちはかわいそうな人だ、かわいそうな人だと思い込んで怒りを消すよりは、むしろあの人たちのおかげで自分が際立ってよく見えている、感謝しなきゃなって思ってる人の方が、一枚上手のブッダみたいな顔になれるんですよ。そしたらその表情こそ、本当はイライラすべきシチュエーションにもかかわらず、この人はブッダみたいな仏のような顔をしてるなっていう様をね、相手に見せることができたら、すごい相手からの評価上がりますよ。器が大きい人だっていう風に見せることができるようになるんですよ。なんで、嫌いな人をなくす方法っていう風に言いましたけど、嫌いな人をむしろ感謝しちゃえっていうテクニックなんですよね。この考え方本当にね、使えるっすよ。出会いの場でもそうですし、普段から学校とか職場とかで顔を合わせる人をデートに誘いました。デートに行くとね、絶対何かしらのハプニングがあったりするんですよ。回数を重ねると変な人に出くわしたりとか、態度の悪い店員さんがいるお店に行くことになったりとか、そういう時々にイラってしてしまってる自分の姿を相手に見せてしまうと、ガーン一気に減点になっちゃうんですよね。でそういうところでも動じずに仏のような笑顔で居続けられるっていうのは、この人ってすごく懐広いんだなって、初対面でも使えるし、気の知れた中の人とのデートにもとっても応用が効くテクニックだったりするんですよ。ぜひ皆さん体得していいデートをしてください。今日の動画ね、少しでも役に立ったなって思った方がいらっしゃったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。今後の動画の参考にしたいので、ぜひねコメントも残していってもらえたらなと思います。ご視聴今日もありがとうございました。